こんにちは、土の子です。さあ、色違い出会い師の方ね、250までやってきました。ここら辺になってくるともう難しさも5マックスですよね、これね。みんな使ってるのがクチートのアップダウン、もしくはエアームドの急降下なんですけど、僕ね、エアームドはスキルレベル1の、レベル7、そしてクチートはアップダウンのスキルレベル1のレベル10ということで、ちょっとパーティーに入れるのは忍びない感じなので、ソルガレオに願いを込めてね、一番攻撃力の高いディアルガを入れつつ、まあ、コバルオンという感じでフルアイテムでいきたいと思います。ほい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 、16,300 コインスタート、いくぜ。さて、一応まず揃う形からスタートはできましたね。まあ、まずは上を片付けていきましょうか。1,2,3、よし、いいぞ。 OK。 そしてメタルコンボで、あ、コンボはせず、もう一度メタルコンボは失敗。はいはいはい、いいぞ。うん、さあ、ここもメタルコンボして、あとはちょっと動かせない方がいいか。コンボを邪魔しない、いいぞいいぞ。頑張れ頑張れ頑張れ祈ることしかできない。コンボを見てそこから祈る。いけ、あー残念、メタルコンボは発動せず。ここは素直に4つの力を狙って失敗と。はい、ここはメタルコンボ、いけ、頼む。さあ、来ましたよ。まだお邪魔は大したことないけど、ここはこうですかね。4つの力で落として揃わせる。うん、ここもこうして、いいぞ、頑張れ頑張れ、悪くないよ。ここは素直にこうちょっとしたコンボを狙って、はいはいはい、よし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 、はい、オッケー、なんとかいけましたね。スコアも5万2000ぐらいあるので、かなりコンボさせないと厳しいでしょう。よかった、うまくいって、はい、250クリアでスキューパワー L をゲットですね。さあ、ここまで来たら300に行きたいとこだけど、頑張ります。はい、299までやってきました。コインもね、復活させましたね。週末ニャースと、毎日のねメインニャースをやって、9万8000まで戻しました。4万使ったけどね、ウスロイドにということで挑戦していきましょう。ステージレベル299はパワーアップ手数プラス5使っていきますね。HP の方がね、多分4万ぐらいあると思います、普通のステージなのにね。パーティーはね、ボスゴドラ、メガボスゴドラにジラーチのすぐにメガ進化するコンビで、あとは鋼統一してるので、ソルガレオでコンボしていく、いきましょう。手数プラス5とパワーアップ使っていきますね。もう最初から使っていきましょう。パターン的にはほぼ一緒です。よし、いいぞ。これは早めにメガ進化しますね。メガパワーに、うん、ここもメガパワー、こんな感じですかね。こうして、はいはいはい、ソルガレオいけ、いいぞ。これも、はあ、メタルコンボ、ここは4つの力で落として、うん、4つの力、これはこうこうこうで綺麗にして、メタルコンボ、いいぞ。
はい、倒すことできました。今回は事故もなく、そんなにね、英手数きつくはなかったです。スコア4万4000いきましたね。さあ、いよいよ最深部に到達だ。さあ、ステージ300になったら、今度はジラーチが必要ないので、ジラーチを切っていきます。コンボのダメージ底上げ的には確実にディアルナガーなんですけど、プラスアタックが使えるときって、最初の方に結構ありそうなんですよね。まあ、今回コンボ重視なんで、ディアルガーに行きましょうか。一応、ノーアイテムで見てみましょうか。基本的に今までの節目と全く変わりませんね。ただ、手数も少ないし、HP も非常に多いと。ドーミラが入ってて、四方にお邪魔してくるという感じですね。マイターンかな。また真ん中すぐにバリアされちゃうと。オスゴドラがないとかなりきついですね。うん、素晴らしい。素晴らしくひどい。この、スコアの減りを見てもらえたらね、ひどさがわかるんじゃないかな。はい。とんでもないレベルですな、やっぱり。手数も短くて、スコアも高いと。非常に、ミスイコール、宝石を割る、みたいな感じの難易度になってます。ということで、行きましょう。手数プラス5メガスタート、お邪魔型パワーパーズポケモン NS1 使ってスタートだ。行くぜ。ここはまずしっかり揃えて、ボスゴドラの上を消して、で上側、左上も消しとこうか。こうバリアを消す、ここも消す、そしてここ落ちてこない、残念。うん、ここもボスゴドラ揃えて、まず確実に綺麗にしていく。そして落として、うん、まずコンボさせるか。いけ、メタルコンボからのコンボがそんなに続かず、ここもメタルコンボして、そうだな、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。ここもメタルコンボ、基本的にメタルコンボを続けていく。うん、よしよしよし、ちょっとずつでも OKOKOK、 いいぜ、いい感じに来てる。このメタルコンボが毎回成立できてるっていうのがかなりでかいね。さあ、ここも揃えていき、コンボさせ、いいぞ。さあ、お邪魔来ちゃいましたね。こっからはソルガレオを温存方法でいかねばいけません。で、ソルガレオじゃねえや、ボスゴドラか、ボスゴドラをしっかり揃えて、お邪魔を対処していく。マイターンなんでね。ただもう安泰期に入っているので、まああまり気にせずに、よし、できました。今回完全にソルガレオが、メタルコンボがね、常に揃う形っていうのがかなり大きかったです。で、ボスゴドラも、の揃え方もね、そんな悪くなかったと思うんで、よかった、事故らなかった。ということで300をクリアし、最新部の報酬レベルアップ3個ゲットと。ありがとうございます。もうなん、ここで怒るとなんかもやっとするんだけど。ちなみにこれなんか挑戦すると難しさはずーっとこの300のまんまらしいですね。ディアさんの999まで行くっていうのはちょっとほぼ不可能になってしまったな。やってみましょう。はい、もうドーミラーがね、入ってますね。うん。ずーっと節目が続いていくと。HP もむちゃくちゃ高いですね。同じでした。いや、きつい。アイテムの力ってすごいな。
みんなマンスリーチャレンジやりましたかね。僕あの動画撮らなかったですけど、やっちゃって人影が出ました。人影はメガスキルアップ2個だね。まあ、宝石割らないでいいかなっていう感じです。さあ、じゃあ、あとは更新までコインを戻す作業しようかなと思いますね。それじゃあよかったら、また次も見てください。土の子でした。